いません石原明ですと、こういうふうに参加している石原明の経営のヒントプラスですけど、あとですね、毎回どうやって進んでるんだろうっていうですね、というのもこちらの世界といえども上の方たちとの意味通さなきゃいけないわけですね。なので毎回ガーッとプランを書いてですね届けをしております。今日はですね、石原明の経営のヒントプラス、経営のヒントプラス611回目、今日は続きをお話ししていきたいと思います。でもう一個が、これは絶対やっちゃいけないと思いますけど、いわゆる FX の自動売買ツールとか、株の自動売買ツールって、去年ぐらいまでめちゃめちゃ儲けてた人たち、どうやって売ってたかって知ってます？ YouTube とかでスピリチュアルのチャンネルを作るわけです。なんか毎日タロット占いどうのこうのとか、うん、であそこから概要欄からリストを取るんです。でセミナーに呼んで、うん、スピリチュアル的な講座みたいなのに入らせて洗脳させて、何でも言うこと聞くようにしてから自動売買ツールを高額で売っちゃうのがむちゃくちゃ流行ってたんです。水面下で大問題になってます。これも結局彼らは何を考えたかっていうと、嘘だから FX の自動売買ツール儲かるやつなんかあるわけないじゃないですか、とか仮想通貨のアビトラージとか、まあ全部一緒ですけど、ああいうやつをやっぱ売れないわけです。説明会やっても反論されるんで、多分フロントエンドを変えたんです。どうやったら信じてくれるかな、全部言うことを信じるようにしたら売れるかな、あれスピリチュアルじゃないかな、教祖みたいな人が前に立ちゃうんじゃないかなってなってたんですよ。それって何が一番流行りかな、 YouTube チャンネルだっていう売り方をしてる方たちがいたんです。捕まったら結構問題になったんですよ、これ。消えてきたんです。ただ水面下はあると思います。しかも僕それ体験で行ったんです、うん、そうしたら、はい、投資の話は出てこないんです、うん、そこでもなんでか分かんないんですけど、金持ち父さん貧乏父さんの ESB と I ですよね、はいはい、あの話が延々と出てきて、キャッシュフローゲーム始めようみたいになって、後で実はその後ツールを売ってるっていうのは分かったんです、うん、不労所得がいかにいいか、勤めてるのも起業しても結局は働かなきゃいけないと、で自動でお金が入ったらっていう話に持ってって、あまりにも話が痛すぎてその時点でやめたんですけど、そういうのをやってる人たちがいて、で何を参考にしてほしいかというと、売りづらいんであればフロントエンド変えられないかなっていう、自分が得意な営業に持ち込めるんだったらフロントエンド変えた方がいいわけです。そうすると囲い込んじゃうんで、ライバルと比較されない、うん、これが最大のポイント。さっきの城南建設も何がすごいって、一度も他のショールーム見たことない状態で買わせちゃうんですっていうようなのも含めた、他の反則方法がないかっていうことを考えていただきたいということと、もう一個はこれ LP の時にお話をしたんですけど、チラシも一緒で3つの壁というのがあります。1個は読まない。例えば LP だったら見た瞬間にパッとクリックしてつまんないから消すじゃないですか。ほとんど読まれないんです。だからまずは何とかして下に行く。チラシだったら 0.1 秒ぐらいで手を止めて一瞬でも下を読ませる。チラシも一緒だ。この読まないを突破するっていうことと、読まないを突破したとしても信じないですよね。だからお客さんの声とか、場合によっては権威性とか推薦とか、誰々博士の推薦特許を取ってますとか、販売実績、まあ、業界なんとか調べランキング1位ですとか、全部信じないを突破するためじゃないですか。で読まない、信じないを突破しても次に、まあ、ことしないですよね、読んでも。なので限定何個、今だけ半額、テレビ通販だったらでかい包丁にいらないのにちっちゃい包丁つけますとか、あれはおそらく値引きよりおまけつけた方がいいっていう過去の膨大なデータでやってるじゃないですか、はい、なんでこの読まない、信じない、行動しないっていうのはチラシでも同じなんです。チラシ新聞に折り込み入ってました、パッと見るのなんてもう一瞬じゃないですか。その瞬間にあれって抜き取らせられるかどうかの勝負で、その時のキャッチコピーだったりデザインだったり、キャッチコピーの横にも圧倒的なメリットが瞬間的に分かるかっていう、そういうのも含めて3つの壁と意識しなきゃいけないんですけど、じゃあ具体的にやることが何かっていう話ですけど、最初にターゲットと企画力が全てですと。だからデザインなんて二の次ですよって話をしたと思うんですけど、まずターゲットを明確にしないといけない。これがほとんどの方ができないんです。なんでかっていうと、ターゲットを絞ると売上が下がると思ってる。もともと狭いのにターゲット絞ったら売るやついなくなるよって思ってる方いるんです。でもターゲットを半分に絞ったら売上が2倍になるっていうイメージ、4分の1にうまく絞れれば売上が4倍になる。じゃあターゲットを絞るのはどういう意味かっていうと、悩みに寄り添いながら専門特化するってことですけど、これ昔にちょっと話をしたんですけど、女性向けのメイク講座やりますよと、じゃあ40代向けメイク講座やります、もうこれだけで何分の1に絞ってますよね。でもまだ絞り足りないんです。
例えばシミくすみが気になる40代向けのメイク講座っていうと絞ってますよね。でもまだ甘い、刺さらないんです。私私ってならない。でも子育てが忙しいママのための10分で OK 100円ショップのコスメでできるシミくすみが気になる40代向けメイク講座だったら、私私ってなる人たちが出てくる。子育て忙しい、お金も余裕ない、10分でできる。そこまで絞って初めてターゲットで、例えば整体院、ここですね、駅から来る途中にある整体院の看板があるんです。首肩専門って書いてあって、それ以外やりませんって書いてある。でしかもめちゃめちゃ混んでて、電話かけても1月中空いてませんっていうのをすんごい態度悪い感じで電話で言われて、ガチャンと切られるぐらい感じ悪いんですけど、で首肩以外やりません、でボキボキとか望まれる方は来ないでくださいって言われたんです。ラーメン二郎よりも強気です。怒ってるんですよ、忙しいからかけてくんなぐらいの感じでなんですけど、絞ってるんで、こういう方は来ないでくださいまで言ってるんです。僕猫背専門の整体院に行ってたんです。その人全部できるんです。なのに猫背を治す背骨以外にならない。首もうちは猫背だけなんで、うちはそれだけなんで、そこはすごいその古いところでノートに予約ちょっとなんか書いてたんですけど、パッと見たらびっしりなんです。なんでそういうことで絞るって、それ以外やりませんっていう、でこれがうち商品いっぱいあんだよって方いるじゃないですか、はい、その場合は LP の場合は何々専門で分けて LP を作ってほしい。全部得意なんだったら、じゃあ外反母趾専門のサイト、首肩専門のサイト分ければいい、はい、全部なんで、本当にそれだけじゃなくてもいいんですよ。もし LP でやるんだったら、その LP にはそこの情報しか書いてない、で他もやってるんで、それ以外の方来ないでくださいとか、そういう表現だけ抜けばいいだけで、その LP が専門なだけですから、それだけで劇的に反応変わるんです。お客さんの声も全部、例えば首肩だったら首肩が良くなったっていう声だけを載せるっていう、全部分ければいいんですよ。なんでターゲットを明確にする。もう一個は一番重要なんですけど、商品の判断軸をずらす。企画を考えるっていうのは、企画っていろんな風に言う方がいるんですけど、僕は商品の判断軸をずらすことだと思ってるんです。どういうことかっていうと、必ず他の商品サービスと比較されるんです。例えばパーソナルトレーナーをつける場合、自分で探した場合と比較しますよね。なのでストレッチのお店であれば、まず自分のお店の競合を考えないといけない。ストレッチだったら一番大手ってドクターストレッチとか体ファクトリーですけど、多くの方が競合を考えるときに直接競合しか考えない。でも人間って直接競合だけを考えてるわけじゃないんです。例えば腕が上がらないって時にストレッチだけ考えてないんです。関節競合っていうのは必ず存在するんです。 YouTube で調べたりしますよね、今だったら。それって競合なんです。もしくは体を柔らかくする体操とか食べ物とか、もしくはストレッチじゃなくて整体、整骨院、整形外科とか鍼灸とか、場合によってはストレッチ意味ないって言ってる人もいるんです。なのでそっちが関節的な競合なんです。まずそこを理解して、だからターゲットを絞らなきゃいけない。そうするとお客さんは選択するときに頭の中で必ず比較軸を作ってます。もしかしたら安い高い、ラーメン二郎みたいに量がめちゃくちゃ多い少ないとか、何でもいいんです。飲み放題なのにお酒の量がこっちは10種類こっち100種類みたいなのでもいいんです。もしくは駅から近い、駅の中で雨に当たらないですぐ行ける、駅から歩いて10分が雨だとすごい辛いとか、受験の塾だったら合格者気になりますよね、っていう何かで比較するじゃないですか、はい、通常の会社はお客様の比較軸が動かせない前提で選んでもらう努力をするんです、どういうことかっていうと、うちはもっと安いです、やっぱ戦っちゃうんですよ、だから駅からこんな近いですとか、そういうことを言っちゃうんです。じゃうちは合格者もっと多いとか。でもそれってナンバーワン企業以外は勝てないんですよ。ナンバーワンが近くに出てきたら負けるんです。なのでここで大事なのが、判断軸を作り変えちゃうと、作った判断軸に入れ替えちゃうと圧倒的に売れるんです。どういうことかというと、自社の強みの中から判断軸が作れないかなって考えるんです。他の会社が訴求してない判断軸っていうのを自分で作り出さなきゃいけない。なので自分の会社の強みを最低でも 2、30個、どんなことでもいい、歴史があるでも何でもいいんですけど、そうするとこれよくこういう話の時に例に出すんですけど、中学受験の学習塾でコンサルしたことがあるんです。サピックスっていうところが、開成中学ってあるじゃないですか、東大日本で一番入る、400人入るんです。そのうちの200何十人はサピックスから行くんです。もう独占ですよ、ほぼ。だからみんな親はサピックスに行かせたいんです、でもで僕がコンサルしてたところって、開成中学に入るの2人ぐらいしかいない。200人、こっち1人で、ひっくり返すのってどうです？サピックスって何万人もいるんです。だから合格率で言うとめちゃくちゃ低いんです、
で、はい、この1人2人しか入らない、多いと5人ぐらいなんです。何がすごいって来た人全員入れるんです。で100人いないんですけどが、はい、だからいい時 5%、 少ないと 1-2%、 サピックスは 0.何%ですから。そうすると判断軸っていうのが、何名って思ってませんかと、何万人もいて200人で 0.何%です、うちは 5% です、合格率で選びましょうっていう判断軸を教えてあげた瞬間に、それを納得した人はサピックスを選ばないんですよ。なんで少ないかというと、親とのコミュニケーションとか面談をどこの塾よりもやってたんです。すごい親身になってやってる先生だったんで、人数がそれ以上取れなかったんです。と言ってもよくよく聞いたら全員入れてるんですよ。もうあの規定人数に行かないから、はい、どっかに持ってかれちゃうから、はい、やっぱり2人とか1人出ましたとかってやってるんですけど、インパクトが薄すぎちゃって、なのでどういう判断軸になったかというと、中学受験は親の協力体制が 50% です。中には8割よく言うのが父親の経済力と母親の狂気っていうんですよ、中学受験って。っていう感じなので、親と先生がどれだけ密に連絡取ってるかが一番大事ですと。うちぐらい親と講師たちの連絡を密に取ってる塾はないです。だから合格率と先生と親の連携の多さで選ぶべきですってやると、独自の判断軸作ったじゃないですか。これをどれだけ考えられるか、むしろ独自の判断軸を作ったらターゲットって決まりますよねっていう話なんです、ターゲットって出てくるんですかっていう強みから。第611回目お届けいたしました。引き続き楽しんで聞いていただけると嬉しいです、はい、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。